それでは自然言語処理研究室の西山から発表を始めさせていただきます。今日は R Emojis Predicatable ということで ACL の2017年に発表された論文を紹介します。まず概要になります。今回はツイート文から絵文字を予測するという問題を扱います。それに対していくつかの LSTM でモデルを作成して検証を行いました。その結果としてベースラインを上回る精度が出ていて、絵文字を比較的高く、人よりも少し高いくらいに、把握できるようなモデルを構築できました。まずはじめに絵文字についてなんですが、皆さん普通に普段使われていると思うんですが、それっていうのはソーシャルメディアが出現して、例えば Facebook だったり WhatsApp はあんまり日本では使われないのか分かんないですけど、あと Instagram とかそういったものっていうのは、大体その Instagram だったら写真と文字とか、Facebook もやっぱり写真と文字とか、特に Facebook だといいねとかだと、視覚的な機能を持った、例えばいいねだと、多分こういう文字に近いと思うんですが、こう絵文字を使って、長い文章を使うか、長い文章を言う代わりに短い文章で、伝えたい相手にこう自分の気持ちを伝えるっていう時に、絵文字っていうのはすごく、便利な言葉であって、言葉というか、画像で。っていうのは、その例えばこれであれば悲しい顔をしているっていう、悲しい感情を持っているっていうのは見た瞬間に分かるっていうのは非常に有用な情報でありまして、先行研究の感情推定タスクで、人工知能がより自然言語を理解するためには相手の感情を理解する、予測する必要があるということがもう分かっています。でまた絵文字は複数の意味を持つ場合があります。例えば、ちょっとこれだとあんまりないのかもしれないんですけど、このマークですね、これがこうお金をこう催促しているのか、いいねっていうマークなのかっていうのは人によって捉え方が違うっていう問題があります。このことから、絵文字は感情を推定する上で非常に重要な情報だっていうことが、分かると思います。であればテキストから絵文字を推測することができれば感情推定により寄与できるんじゃないかということで、今回のこの論文ではツイッターメッセージを用いて、そのツイッターメッセージから推定される可能性の高い絵文字を自動予測するというのを問題にしています。それに対して、そのために BLSTM というものを使います。これが、双方向の出力を考慮する LSTM ということで、このモデルがバッグオブワーズと人手よりも性能が優れているということを今回は実証していきます。使うデータセットは今のツイッターなんですが、アメリカで2015年の5月までにつぶやかれた4000万ツイートの中から、じゃないですね、本当はもっと多いんですけど、それに対してこの前処理を行っていて、顔文字が一つのみ出現するツイートを抽出して、さらにその中からハイパーリンクを削除して、ノイズ低減のために全て小文字で表現します。あとこれはアメリカなんで全部英語になっています。でさらにその頻度上位 N 個が含まれている、ツイートを取得してきて、それをデータセットとします。上位 N 個っていうのを今回は上位20個と上位10個と上位5個っていうふうに3つのデータセットを作成しました。でそれに入っている顔文字がこれになります。なんかこうさっきもちょっと使ってたものもあるんですけど、泣き顔であったりとか、なんかここら辺も雪とかだと多分冬場に使われるのか分かんないんですけど、ちょうど冬に入っているので冬場に出やすいようなものも、若干入っています。で全体の量としてはツイート数が58万、マックス58万のツイート数がデータセットとして使われます。で、使用するモデルなんですが、入力は100次元にエンベディングした単語ベクトルで、出力は絵文字の表すベクトルになっています。で先行研究との差なんですが、先行研究はちょっと先の方でこのバッグオブアーズとスキップグラムを使うんですが、この先行研究っていうのはその周辺単語が何があるかという情報だけで、その周辺単語の順番というものは特に考慮していません。なので RNN を使うと単語の並びから、RNN というか LSTM を使うと単語の並びから文脈全体を把握できるんじゃないかということで、このモデルを使用します。ちょっと難しい話を置いておきたいんですけど、ツイートから与えられたときに絵文字ある E が生成される確率っていうのはこういう、式で求められます。でこのちょっとこの辺はで、全体的な流れとしては、まずここの、レル関数でしたっけ、を使っていて、0以下の場合、値が0以下の場合は0、0以上の場合は関数の値をそのまま出力するという情報を使ってあげて、あとは、絵文字と、あとこれですね、あと FW と BW っていうのが順方向と逆方向の LSTM を表していて、これが
俗に言うこの BLSTM の特徴になります。もう後ろの方ですね。順方向と逆方向の情報をどっちも使ってあげることで文全体を考慮できるっていうのがこのモデルになっています。でまた、訓練データに一度しか出現しない単語っていうのは固有表現っていうふうに扱ってあげて、また事前学習された単語ベクトルを使うっていう場合には固有表現ベクトルを事前学習されたベクトルに加えてあげるというふうな手法を使います。またベースラインは2つで、先ほどちょっとあったんですけども、バックオブワーズとスキップグラムのベクターアベレージというものを使います。でこのバックオブワーズっていうのは句読点を含む単語の頻度でベクトル化してあげたものを SVM に突っ込んで出力を得るというものです。で、スキップグラムというのは、ツイートを VM というふうに表しているんですけど、これがその単語ごとのスキップグラムっていうのを、そのツイートに出てくる単語数で平均化してあげるというような手法になってます。で実験は2つ行っていて、1つは、モデルの評価、当たり前なんですけどモデルの評価を行ってあげて、2つ目にその、評価された手法の中で一番良かったものと人間との比較を行います。これに使用するデータセットは、先ほどの3つ作成したデータセットそれぞれを、まず訓練データとして8割使ってあげて、開発データっていうのはそのハイパーパラメータを決定するためのデータを1割使ってあげて、最後にテストに1割を使うというふうなデータになっています。で比較対象としては、ベースラインと、あとは提案手法も、ワードエンベッティングしたものとキャラクターエンベディングしたもので、さらにそれに対して事前学習をするしないっていうふうな、合計でベースラインが2つとスルーしないの4つで6つの比較を行います。でこの事前学習をするときに使ったコーパスはこちらになります。イングリッシュなんとかコーパスですかね、バージョン5というふうになってますけど、これちょっと中身見てないのでわからないんですが、英語のちょっと中身を全然知らないんで飛ばします。でこの結果なんですが、すべてのコーパスにおいて事前学習したキャラクターエンベディングが非常に有効であったということでした。この下の表の通りで、こっちの BOW と AVG がここの、ベースラインになっていて、ワードエンベディングしたもの、キャラクターエンベディングしたもの、さらに事前に、学習したものに対してワードエンベディング、さらにキャラクターエンベディングしたものというふうになってます。でさらに、5、10、20っていうのが先ほどの上位5個、上位10個、上位20個の、顔文字を、絵文字を使った時のコーパスを表してるんですけど、全てのコーパスにおいてキャラクターエンベディングしたものが一番精度が高かったという話でした。ちょっと、上位と取る数を増やしていくことに、もちろんその推定する、顔文字の数が増えてしまうので、正解率は下がっていくんですが、それでも、他の手法と比べると精度は高かったということになってました。でまた、ベースラインとの比較として LSTM の性能が優れていた理由としては、先行研究は先ほども申し上げた通り、先行研究では例えば、ラブという単語がこのツイートの中に存在していたから、じゃあこのハートを出力してあげようっていうのが、明確に、示されているんですが、関係としてそれに対して BILSTM ではツイートを文脈を通したベクトルとしては表しているので、おそらく、文脈を通した関係を表しているんじゃないかというのがこの論文で述べられていたことでした。また、文字単位でエンベディングしているので、その単語の表記揺れみたいなもの、例えば、過去形と現在形みたいなものは、考慮されないので、いい結果が出られたんじゃないかということが、述べられてました。2つ目の実験なんですが、モデルの品質評価ということで、先ほどのがモデルの比較評価だったんですが、品質評価ということで、先行研究では人間は絵文字に対して複数の解釈をしてしまうので、同じタスクに対して機械と人間で比較を行ってみようというのがあります。これなんでかっていうと、その人間がその同じハートを見た時でも、そのなんかそのLikeって意味なのかLoveって意味なのかよくわからないっていうことがあるので、それに対して一般なんか客観的に評価ができるっていうことで、モデルで評価した方がもしかしたらいいんじゃないかということで先行研究ではされてたんですけど、それと同じ手法を今回も取ります。先ほどの、上位5と10と20があるんですけど、人で、正解を見ていかなきゃいけないので、その手間を抑えるために頻度上位5つの、コーパスを使います。その中からランダムに1000ツイートを獲得します。それに対して、1つのツイートに対して4人が評価をしてあげて、5つの顔文字の中でどれがそのツイートに一番適しているかっていうのを予測します。でこれ、この5つがその
評価に使った顔文字なんですが、その結果で言うとこれが人間と今回のモデルなんですが、人間の F 値の平均が 0.5 で、機械でやると 0.65 ということで、若干 BLSTM の方が若干 10% 程度高かったということでした。じゃあなんで、あと大体どの顔文字でも精度が高かったんですけど、なぜかそのハテナじゃないですねハートマークの、目がハートマークのこの絵文字っていうのだけがなぜか精度が低かったので、それに対して実験を行ってます。コンフュージョンマトリックスということで、こっちが正解のラベルがこっちなんですけど、今回推定されたラベルはどれだったかっていうのをこの頻度で表してます。この数字が出現頻度になってます。でまた色が濃ければ濃いほど頻度が高いっていうふうになってます。ただその色の変わる色域とかは分からないです。でこの注目してほしいのはこの黄色い枠の中で、本来この目がハートマークのこの絵文字になるところを何か別のものになってしまったっていうのが分かるグラフな、分かる図なんですけど、こっちの、確かこっち側が人間でこっち側がモデルなんですが、人が見た場合にはあまりその泣き顔とかハートマークには、こちらと比べると少ないんですが、モデルだと、こっちの、泣き顔の方にこの数値が、こっちだと207なんですけど、こっちだと310ということで、かなりここの頻度が高まっていて、でおそらく、ここの数字の、ここに入るはずの、頻度がこちらの側に間違って推定されてるんじゃないかっていうことでした。というのも、やっぱり、ここの顔文字が使われるパターンがあまりにもおそらく文脈的に、いろんな文脈で出てくるので確率がばらけてしまっていて、あまり、これだって決まらない時には、この泣き顔の顔文字、一番頻度が高いこの、泣き顔の顔文字に推定されてしまうんじゃないかという話でした。最後にまとめになります。今回は、ツイート文に対して最も関連性の高い絵文字を予測するモデルを生成しました。これによって人間よりも優れた推定結果が得られました。これに、その結果絵文字の使用を一般化できるんじゃないかということが分かりました。今後は複数の絵文字を一つのツイートに対して複数の絵文字を同時に推定するようなモデルを作成することと、また顔文字が挿入される位置っていうのを特定することで、その顔文字が使われる場面というかを想像できるんじゃないかという話でした。以上になります。ありがとうございました。